ようございます。今日は二頭筋と三頭筋ですね。最近腕がねめっちゃいい感じ、血管も浮いてくるんですよ。ちょっとだけ腕がいい感じなんで、この調子でね頑張っていきたいと思うんですが、最近の悩みが、まあ、起きて食ってすぐ筋トレ行き過ぎて筋トレ中腹痛いんですよ。なんで今日は土曜なんで、まあ、時間もあるんでね、ちょっとゆっくり消化を待ってから筋トレに行こうと思います。今日は実は人生で初めてねパーソナルトレーニングの依頼もしてるんで、その話もちょっとしていこうと思ってます。ちょっと悩みがありましてね、今日のパーソナルに悩みが、その話もしていこうと思います。はい、それでは腕トレ始めていきます。まずはアームカール。今日初めてねパーソナルトレーニングを予約したんですよ。なんか近くにないと思ったんですけど、なんかあんまり大っぴらにはやってへんけど、まあ軽くね大会とか出ててパーソナルたまにやってる人がいるっていうのを知り合いに聞いて紹介してもらって、そこにね今日行かせてもらえることになりました。ただ悩みがあって、今日の夜行くんですけどやる部位がなくて昨日僕胸と肩やって、今日二頭筋三頭筋やって、明日背中なんですよ。で2日前足やってて、微妙になんかケツに筋肉痛残ってるんで、今日のパーソナルどこやろうって言ってただまあ僕しょっちゅう動画で言ってるんですけど、まあ上半身は基本的に今のところは自分でも聞かせられてるし、まあ楽しくできてると。ただ足だけどうしても痛みが出たりきつい、なんかでき下手くそなんで、まあ、ケツの筋肉痛も、まあ、軽くなんで、今日は足を教えてもらおうかなと思ってますね。基本的に今までのトレーニングは全部独学で、まあ、自分でね、YouTube 動画見たり、本読んだり、解剖学勉強して、自分の体感でやってきたんですけど、初めてね、人に教えてもらうんで、すごい楽しみですね、今日の夜が。今日は土曜日なんで、時間を気にせず筋トレできるのがほんまに最高ですね。いつも一応終わったら仕事あるんで、あんまりね、筋トレ長すぎたらちょっと仕事の時間が押しちゃうんで、まあできても筋トレ2時間、2時間15分くらいなんですよ。ただ土曜日ってもう全く気にせずできるんで、何の焦りもなくゆっくりできる。って考えてたら、今日二頭筋だけで1時間半もしちゃって、三頭筋も合わせた合計トレーニング時間2時間半超えちゃったんで、ちょっと後半完全に体力切れてましたね。後半は三頭筋トレです。今日アフレコで何喋ろうと思ってたら、ちょっと面白そうなルーレット見てきたんで、これねやってみました。好きな言葉好きな言葉ね一択で僕一個あって、敵は誰ですか？自分ですっていう言葉ですね。これね僕の昔の顧問の先生がずっと言ってて、で僕の全ての行動のもう原点ですね筋トレチームよくこの言葉考えるし、ルーレットさんいい話題くれましたねありがとうございます。これね、結局、いかなる努力も行動も邪魔をするのは自分なんですよ。よくそのスポーツやったら相手がいたりとか、まあテストも友達と競ったりとかあると思うんですけど、でも勉強するせえへん決めるのは自分やし、そういえばね、毎日腹筋やってて、これを続けない決めるのは自分なんですよね。結局、自分の努力を邪魔するのも自分やし、そのまま続けるのも自分やと。だから一番の敵は自分なんですよって言葉がこの言葉。でね、この言葉には結構助けられてますね。今でもそう思うし、まあ、筋トレチームはね、もう一回しんどいって時にやめんのやめへんのそこで決めるの自分なんですよね。だから敵は誰ですか？自分ですって言葉がすごい響いてて、いやここで自分に負けたらあかんみたいな感じでやれるっていう言葉なんで、僕の好きな言葉ですね。はい、週3投稿してる諸事情によって1日目のこの筋トレシーンの終わりには4分くらいは言ってもらわないとダメなんで、話すネタがない時はまたこのルーレット君には登場してもらおうと思います。最後に僕の今日のメニューにしておくんで、興味のある方はよかったらどうぞ。いお疲れ様です。ちょっと今日やりすぎましたね。2時間半ぐらいして、ちょっと腕が多分パンプして服脱げないっていや、まあいいことはないけど、今日は飯がね、昨日の晩ご飯の残りのカレーなんで、牛肉たっぷりカレーなんですごい楽しみです。カレーってやっぱうまいですもんね。今から特に予定はなくて、まあ、夜にパーソナルがあって、まあ、そこまでは栄養補給して寝て体力の回復に努めて夜のねトレーニングに行こうと思います。はい、ではカレーを食っていきます。
気のせいかもしれないんですけど、体が一回り縮んだ気がする。あとやっぱめちゃめちゃ体疲れてるんで、ちょっと昼からはね、朝2時間半筋トレしといて、また夜1時間筋トレがあるんで、ちょっとパーソナル前まで寝て過ごそうかなと思います。おやすみなさい。体重測ってみます。久しぶりに5時の起きと寝続けましたね。最近めっちゃ疲れてるから、多分土日は無理に5時に起きたりせんと、ゆっくり寝た方が筋肉にいい気がしますね。睡眠ってね、大事なんで。あと体重がね、増えすぎでいいんかな、今のペースで。増量はね、わからん。まあ、水分やと思うんで、いいんじゃないかなと思うんやけど。もう日曜でね、土曜が過ぎ去ったで。それでは背中トレを始めていきます。まずは懸垂。昨日パーソナル行ったんですよ。初めてね、人生初めて筋トレを人に習って、ほんでね、もう感想はマジで行ってよかった、めっちゃよかったなと思いますね。ほんまにパーソナルトレーナーってぶっちゃけめっちゃ当てるはずであると思ってて、まあ正直名乗るだけじゃないですか。トレーナーやりますって言って集客したら人が来るみたいな。だからぶっちゃけ僕でも名乗ってやればできるんですよ。でもそんなレベルは、僕レベルやったら、まあ動作を教えれるけど、まあ、具体的なね、筋肉の動きとか、もっとね、専門的なことは全然知識が足りてないんですよね。で、そんな人に習うのは嫌じゃないですか。だからパーソナルトレーナーって当たり外れがめっちゃあると思ってて、で、昨日行かせてもらったとこはほんまに知識もある方で、めちゃめちゃ良かったですね。体もでかかったし、マジでビビるくらい体もでかかったし、で、僕が一番知識がなくて苦手やった足取りを習ったかもしれませんけど、ほんまにいろんなこと勉強できて、早く次足取りしたいなって今思えてるんですよね。やっぱ、まあ、僕も YouTube 見たり、まあ、本を読んだり、解剖学とかね、そういうのを勉強したり、そして自分で動いていろいろ試したりしてやってるんですけど、やっぱ人に習うってすごい大事やなと思いましたね。まあちょっとお金はかかるんですけど、それでもすごい良心的な値段で、家から近いんですよ。なんかネットで探しても出てこなかったんですけど、紹介の場合だけお客さん受け付けてはるっぽくて、で、まあ、僕すごい縁があって、その紹介していただいて行ったんですけど、マジで勉強になるし、なんか自分の体がもうワンランク変わるきっかけにもなりそうやし、ちょっとしばらく通って教えを請いたいなと思いますね。全部への筋トレ狙ってきてなと思いますね。また来週ももう予約したんで、まあ、来週は背中トレの教えをこうかなと思ってて、また得るものがあったらね、動画でも共有できればと思います。背中トレの最後はデッドリフトをして、背中トレ一旦終了。後半は腹筋トレです。多少増量に入って脂肪がついても、ある程度お腹が割れてるようにするためには、しっかりね、時間とって腹筋もするべきだと思ったんでやってますね。今日の背中トレメニューは載せときますけど、腹筋の方が載せれないんで、ダブローラー3セットとケーブルクランチですね。これ3セット、あ、これ5や。5セットして、で最後に普通の腹筋、ダンベルで荷重して、ベンチ台をデクライン気味にして、普通の腹筋を5セットして、今日のトレーニングは終了です。お疲れか疲れ、林です。今日もいい筋トレができたと思うやっぱ、まあ、今日だいぶゆっくりと寝たんですけど、いつも5時に起きるんですけど、今日は7時前に起きて睡眠時間を増やしたんですけど、やっぱ大事だなと思いますね。寝る時間も、まあ、ほんまに体作りのことを考えるんやったら、平日は仕事があるんで、まあ、5時に起きてね、早行って筋トレいっぱいしたいと思うんですけど、土日とかは別に暇なんでまあゆっくり寝て体力を回復させた方が体は成長するんかなと思いましたね。じゃあ今日もね、飯食ってゆっくり過ごそうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。